十二レース二号艇の石川真二選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。小島は昨年の六月、輸出三着以来となりました。今回は二連単率が三十三パーセントのエンジンです。前傾乗った感じはいかがでしたか。うん、まあ。今の状態じゃ、あのプロペラも途中がけだし。はい。なとも言えないですね。はい。前傾日はご自身の形にプロペラを持っていくという作業が中心になるわけですか。そうですね。もう下ろす前からとりあえず叩いて。はい。 まだあの全然中途半端な状態であの前県行ったんで、はい、まだ全く分からないですね走り自体は小島は今回エンジンの方が使用間隔空いているんですけれどもこの辺りの影響というのはありますか、うん、もういろんなところが錆びてて大変ですね今節は。温水パイプもつきますしいろんな調整をまずやって初日に臨むと。はい、そうでですねととりあえずできるだけのことはやっ いいいこうかなとと思ってますはい、前タイムは6秒74といいものが出ていいまますすけれどもまあんまあ関係ないです、ね、もう今日の足っていうのは本当に僕にとっては全く関係ないと思ってるんで、はい、早くあのとりあえず自分の形にしてからですねはい、はい、ご自分のペアの調整をしてご自身の足に仕上げて初日へとはいでは一節間にかける意気込みをお願いしますはいあのー、小島も大好きなレース場の中の一つなんで、あのー、今節も早くエンジンを仕上げていいレースをします頑張ります